ただいまるん。あれ？あら？およ？これは一体何いるんか？何かが扉の前に置いてあって扉が開かないるん。これじゃあお家の中に入れないるんね。あ、極みるき、それよく見てみて。なになに？およ？なんだか顔の形をしている気がするるん。もしかするとこれ顔ロックの鍵かもしれないわね。え？顔ロックの鍵って何？それはね、この形とぴったりの顔がここに合わされば、鍵が開いて扉が開くっていう仕組みの顔ロックっていうものがあるの。へえ、そうなんだ。そんなものがあるんだ。よーし、じゃあこれが誰かの顔で開くかもしれないるね。なんだか面白そう。誰の顔で開くのかな？動画を見てるみんなは誰の顔で開くと思うかな？コメント欄にみんなの予想を書いてみてね。よーし、じゃあ鍵ロック、誰の顔で開くのか試してみよう。まずは私からるん。きっとこれは私の顔に違いないるん。よーし、顔を合わせてみるるん。およ、開かなかったるん。私の顔の形じゃなかったみたいるね。じゃあ次は私の番。コメント欄でキュアスターって予想した人、お待たせしました。きっと私の顔で開いちゃうはずだよ。よし、顔を合わせてみよう。それあ、あれ、あれれれれれ、なんだか私の顔とは違うみたい。ほほほほほ、う、残念。次の人どうぞ。はーい、次は私ね。きっと私の顔で開いちゃうはずだわ。コメント欄にキュアコスモって書いた人、正解かもしれないわよ。さあ、私の顔で開きますように。あれ？あら、違ったみたい。私の顔じゃ開かないわ。まあ、髪型とか猫ちゃんの耳とか、この肩にはないから、私の顔じゃないのか。チェ、残念。さあ、次の人どうぞ。早くこの鍵開けて、お家の中に入りましょう。はーい、次の人は私ですわ。キュアセレーネファンの皆さん、お待たせいたしました。キュアセレーネとコメント欄に書いた方、どれくらいいますか？私の顔で、この鍵、開いちゃうかもしれませんよ。さあ、私のお顔を、この方に、はめてみましょう。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あれれれ？残念ですわ。私の顔ではなかったみたいです。くぼみに、点点点と、お星様みたいな形も見えますね。どこかで見たことがあるような。おー、皆さん誰の形かわかりましたか？わかったらグッドボタンを押してくださいね。うわー、皆さんもうわかってるんですね。あれ、もしかして最初からみんなわかってた？それでは最後のプリキュアをお呼びいたしましょう。キュアソレイユー。はーい。もう全くこんなことしたの一体誰なんだろうね。私の顔の形でこの鍵が開けばいいけど、今日は外もちょっと肌寒いし、早く家の中に入りたいな。では私の顔を合わせてみるよ。それあ、見て見て、私の顔、この型にぴったりはまった。よいしょ、ちょうど私の顔にぴったりはまったよ。この点点点と頭のお星様、私の形だったんだね。あ、見て見て、鍵が外れた。これで中に入れるね。よかった。でも一体誰がこんなことをしたのでしょうか？誰がなぜこんなことをしたのか、ちょっと気になりますね。ふふ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 プリキュアたち、この謎解き喜んでくれたかな？
通にお家に帰るんじゃつまらないと思って僕が顔ロックをやっておいたんだ。楽しんでくれたみたいでよかった。よし、こっそり隠れてよ。一体誰が何のためにやったのかすごく不思議ですが、ま、お家の中に入れてよかったですね。うん。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。